皆さんこんにちは。今日は森へやってまいりました。この美しい森と湖に囲まれている私、森のくまさんです。どうも。いやー、今日はいい天気でね、これ持ってきたんです。これ何かというと、この森と湖に囲まれているこの中で音楽を楽しむためのもの、スピーカーです。はい、名前があります。スーダーというんですね。スピーカーとウッド、これ木でできてるんですけど、合体させてスーダーと名付けている。素晴らしい。これツルツルなんですよ。ここにスマホを入れて、そしてこの丸い穴から音が出るというシンプルなものですね。これ電源コードもケーブルもなしで、音がまろやかに美しく大きく聞こえるということで、早速試してみたいと思います。音楽を、おち、今日も仕事頑張っちゃったよ。音楽聴いてリラックス。出張に持って行って疲れた体を音楽で癒したり。海で波の音を聞きながらゆっくり音楽を聴いたり。Hey, ダンシングタイム。家でダンスの練習をするときなんかも使えますよ。くまさん本舗。実はこれね、2つあるんですよ。じゃんじゃん、はい、これシングルタイプとダブルタイプ。これ、天然木でできてる、すごくいい匂いなんだけど、シングルタイプはこれね、やっぱり室内で持ち運び便利だから、ホテルなんかで聞くとすごく便利ですよね。これは大きいから、大きい音出るから、この、野外で聞くとか広いお部屋で聞くとか、どっちでも使えますね。それと一番いいのはね、僕がいいなと思ったのは電源コードがないというところ。ここにスマホを差し込んで再生ボタンを押すだけで、大きくて綺麗でまろやかな音が出るっていうところ、もう大好き。このスーダーいいでしょ。いいですよね。この室内でも野外でも自由に使えるって最高じゃないですか。これを作った人の愛を感じますね。ありがとう、ありがとう。再生。ありがとう、ありがとう。くまさん本舗。